たまにあるんですね。チョークの中で名刺ごとうわーって固めちゃう。はいはい。違うの。あの京都出てすぐです。すぐで西大路のね、ちょうど新幹線の高架があるでしょう。はいはい、あの、はい、その下をこっちが走ってるんです。で、あの一番向こうの線路を行くっていう感じになるんですけどね。なかなかあの高架下でこうガガッと行くから向こうが若干遅れてるとか言うんでしたらあれなんですけど、大概あの付近です。うん、結構新幹線の方が長いので。あれ京都近いの？なんだ？足のちょい手前ぐらいですか？トワイライト警備。トワイライト警備。トワイライト警備。俺が降りたから捕まえるわけじゃない今。態度の悪い客を引っ張りに来た。ちょっと手振ってみますか？あれでも帽子がちょっと違ったような気がするな。駅の警察に来たんですかね。今わかんない、知ったかですけど、全然知らないこと言ってますけど。俺の地上だったらいつ見てるんですかね。まあ僕は旅情を取れればいいので、もうだから人全然映っていいんですよね。そう、私もね、追っかけのワイドで集団撮るの好きです。あ僕もそうです。帰ってね、あまだたくさん、今日はまだあれ、ね、お待たせいたしました。次は新大阪です。次の新大阪には12時47分に着きます。新大阪を出ますと終点大阪には12時53分の到着です。まもなくいたしますと、本日大阪駅を発車いたしましたトワイライトエキスプレス札幌行きと行き違いをいたします。いいね。まもなくいたしますと、本日大阪駅を発車いたしましたトワイライトエキスプレス札幌行きと行き違いをいたします。一番向こうの線路ですね。あ、向こうはその車掌、そのあれなんですよ、結構忙しいんです。京都着くまでに何とかどうかを あれしようと、案外、ほんで京都向こうでしょ、そのドアが、はい、うん、案外見てません、案外見てません。頑張るな。ここが新しくできる鉄道博物ね、梅小路のとこ、茶子と一体になって新幹線、のぞみ M7 や。左側。新幹線もいるし、こっちのトワイライトもすれ違う。忙しい、忙しいぞ。すれ違うときは、はい、すれ違いますって言ってほしい。誰か聞いてらっしゃる。この辺ですれ違えるとラッキーですけど、ね、あ、すごいですね。いい感じの、このこれが終わったら何でパパ